こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、2022年の11月で廃盤になる、こちらのね、トミカナンバー13の日産 GTR NISMO GT500、これをね、紹介したいなと思います。でね、このトミカってね、かなり、出来のいいトミカになってるんですよ。で、しかもですね、最近Amazon の方でね、ちょっと値段見てみたら結構安くなってたんですよね。で、今ね、2022年の10月8日なんですけど、価格がね、マイナス 34% オフで364円になってました。結構お買い得かなと思ってね、ちょっとポチっちゃったんですけど、パッケージはね、こんな感じになってて、で、この車両なんですけど、よいしょ。はい、こんな感じでボディの色はこれ艶消しのブラックになってるんですかね。そしてシール、これナンバーとかね、いろいろ貼れるようになってるんですけど、貼りたい方はね、貼るのもいいんじゃないかなと思います。よいしょ。で、このスポイラーもね、すごいかっこいいんですよ。ということで、ちょっとね、これ見ていただくとですね、こんな感じで、正面はこうです。ヘッドライトとかはこれ塗装なんですけど、成形がね、かなりいいんですよね。そして、横なんですけど、こんな感じ。で、ここら辺の横もね、なかなか素敵なね、形になってるんですよね。細かいですよね、ここら辺もすごくね。はい。で、NISMOのマークもここにありましての、後ろ見るとこんな感じ。で、スポイラーが、やっぱちょっと曲がってるね。確か前のも曲がってたんですよね。で、このキュッキュッとこうやってやれば、ちょっと直るのかなという感じになってます。で、テールランプとかはこれね、塗装ですね。はい。こんな感じになってます。で、横はこうで、で、上なんですけど、ここもね、ちゃんと日産NISMOと書いてあって、ここら辺も細かいですよね、作りが。ちなみにリアスポはこれね、ラバーになってます。やっぱちょっと曲がってますね。はい。で、下はこんな感じで、型なんですけど、2008年のね、型になってます。で、ギミックの方はね、これ多分サスペンション、そうですね、ないですね。サスペンションとかのギミックはないです。で、これドアが、これ開閉できるようになってて、確かね、すごいんですよ、この運転席が。本当にレーシングカーみたいな運転席ね、これなってるんですよね。結構細かく再現されてるでしょ。で、こちらもね、開けてみるとこれで、こっちは席ないんですよね。席はないというか、すごいですよね、これ。こうなってるんですね、レーシングカーって。中まで細かくね、作られているという感じになってます。じゃあもう一回ぐるっと見てみると、正面こんな感じで、横はこうです。で、後ろはこんな感じで、はい、ね、なかなかかっこいい、トミカになってますので、気になる方はね、是非チェックしてみてください。ということで、今回は2022年の11月でね、廃盤になるトミカナンバー13の日産 GTR NISMO GT500、こちらを紹介してみました。ありがとうございました。